それではリスナーの皆さんからの普通歌をご紹介していきます。まずはラジオネーム、細ちゃんさん、37歳の男性の方からです。はい、この前、競馬新聞を見ていたら、馬主欄に志村さんの名前を見つけました。以前サンデーサイレンスの子供を持っていたのは知っていましたが、今何頭ぐらいお持ちなんですか最近有名人の方の馬がよく飼っているので、志村さんの馬も大きいレース勝てるといいですね。 また、馬主欄に志村康則さんの名前を見かけたときには応援しますこれね、ずいぶん10年、もっと前かな、うんうん、あの知ってる店で、そのあの牧場をね、うん、大きな牧場から独立してやるっていう、その牧場主の方の日高の,、うんうん、の人を紹介されて、はい、あのもしさよかったら、最初の馬を志村さんに、うん、あの買ってくださいって言って、あ、まあ、あんまり興味ないけど、その頃はね。うん で、じゃあいいですよ、とかって、その話になってからずっと、また馬主の検査大変だからね。うんうん、で、やって、それがずっとやっても、十頭以上、<ー>ああ、いろいろ。いるんだけどね。うん、俺高い馬買えないじゃない、そんな。うん そんなことないですよね。買えないですよ、だって。あの、大魔人になって、この前のあれで、あの、ほら、佐々木君の馬、一位になったね。あれが2、二2で1着になって、あれがだって、賞金がだって、九九千万とか、死を削ったりするじゃな元取れるけど、元々馬高いからね、あれ。なるほど。でも、普通の、あ、いや、普通のってか、師匠の持ってる、このサンデー・サイレンスの。これだって、俺二人買ったんだもん。うちの。あそうじゃ買えないよ。あだ高いもサンデー、その頃の、この頃のサンデーの子なんて、 ねえ、それ五0 0万とかってするんやろああ、じゃ馬にだよ。ねえ。しかも、実はこれね、あの、牧場で、でから、いるいる頃から、例えば月三十万ぐらいの、あの、調教料とか、は、はかる。ああ。で、今度は、そから、あの、走る二週間ぐらい前ったら、今度は、この、あの、調教師のところに来るわけだよね。はいはいそこの時に、また、何十万、ああ、上がるわけだよ。ねなるほど。そんなにはるわけね。ああ、もうお金かるんですかね。お金かかるよ。経費すごいですね、じゃね。ほんで、まあ、 一着になれば、せいぜい、あの、未勝利だと五百万とかってもらえるけど、二、うん、着三着、それで着外だと、ただ、ただ本当にも、昔は、えっと、発出手当てが三十万ちょっとかな。出走手当てっていうのもう,、うん、うん。で、走りでとね。うんうん、なかなかね、これが。うん、このサンデースの子は最高二着で、終わっちゃったのよ。うん んだ竹豊さんが乗ったっていうのがまたでもすごいですね。阪神だからこれ見たんだもん。ああ、<ー>ああ、ああ、ああ。うん。その時に買ったのは後藤気象なんだよな。うん。で、車あった時、すいませんって、すいませんじゃないよ、場合ももう、まあ、<laughs> もうその、それからもう、二着癖ついちゃってるから。<laughs> <laughs> ああ、<laughs> なかなかだ、またね、あの、その、調教師の人が言うわけ。あの、競馬は金儲けでありませんと。馬主さんは。うん、ロマンですからって。ロマンじゃなくていいからね。<laughs> もうちょっとね、回収したいと思うよ。高いもんですからね、だって。高いもとかかってるから。もんでもやっぱりこう魅力があるんですか 自分の馬を走るときって、なんで、それこそ、あの、子供思ったことないけど、子供が運動会出ると同じぐらいもう、ケだけすんなよ、それ乾燥しろよっていうのがまずなるんだけど、ドキドキするね、あれ。なるほど。この前の馬が、あの、お酒に失礼って馬だったんだけど、お酒に失礼されちゃって、どんどん、いつも、<laughs> 逆にされちゃって。されちゃって、お酒にどうトに失礼かと今度。<laughs> でもなんかこう、ダメな子ほど可愛いみたいなのもないんですかこんなんかなか勝てないみたいな子も。 いや、勝てないと、今度、地方ばとかなっちゃうからね。ああ、そっか。うん。中央でも走れなくなっちゃうから。なるほど。何回のうちに、あの、勝たないと。ちっちゃくならないと。結局、かわいそうな結果になっちゃったりね。そうなんです。だから、俺は最初のうちはずっと、あの、そういうふうにしないで、あの、どことか、あの、とこに寄付したのね。あなるほど。お子様が、あの、一周回っていくらとか、一周回ってみたいな。うん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 。で、アインってつけて、アインって、宣伝をしてじゃ宣伝みたいな言葉はも今、いけないんだよね。あああ、なるほど。うん。 らでそらアインっていう棒が入んないとアインってドイツ語1っていう意味なんだよねだからそれでアインなんとかだったら OK だったへえどんな名前の馬がいるかあとねトドのおなりっていうのとかね面白い面白い今もうあの走れそうなのはの西で出るんだけどんか馬考えてくださいよ名前うんあちょっと募集しますえ もう、うこれでうん。<laughs> まあ、期間はどれぐらいあるんですかどれぐらいまでに考えるいや、もう、もうそろそろ考えなきゃいけないああ,ああ、そうな八月8月23日だとちょっと間に合わないですかいやー、ギリかな。ギリ。ちょっと、ね。ねえ、そうですね。うん、でもなんかでも、 ちょっとふざけた名前にした、しちゃうんだよな。なんだろうね、あれ。でも、意外と募集して名前付けてもらったら、ガッと来たりするかもかその人に俺しなきゃいけないじゃないやいやいや、そうですね。そゃでも、宣伝はダメなんですよね。宣伝はダメなんですか夜の虫とかみたいなのはダメなんですかダメですね、多分ね。今もダメだね。なるほど。うん。すごい。いや、でも、馬持つっていうのは、やっぱり、 まあね、こう言ったら失礼ですけど、大金持ちの、やっぱりもうすごい、審査がね、さっきも言ってたけど、すごいんでしょ、やっぱり馬の審査が結構最初のうちね、あのどのくらいの収入があるとか、なんとか全部しゃられるからなそでね。それそうですよね。で、年間一頭持ってないと、馬主馬にも名前消されちゃうんだよね。持ってないいけないね。持ってなきゃいけないでどうしようかと思ってんだよね。いや、お金はね、やっぱりかかりますもんね、そら。そうなの。半端な額じゃないですからね、それ考えるとね。 その、だから、のあの大番人、佐々木くんのあのなんか、あそこまで行くのは、もうそれこそ何万頭のうちの一頭だからね。そうですよね。G1 で出るなんていうのは。そっか。ダーが出るのは。でもね、10年今までずっとやってきて、その10年間のね。一着なると、あれ、尋持って、あの、写真撮るんだよね。気持ちいいでしょうね。ね、それはね。大体行けないんだよね、レースの時。ああ、そうなんですね。そうなのよ。そっか、お忙しいから。 や本当でも夢だろうね。馬主さんはその G1 出るだけでもね。<ー>それ優勝するなんて。ですよね。半端じゃないと思うよ。可愛 <laughs> <laughs> いいんだろうな、でもうま、ね。続いて参ります。